フミションベース。Please turn on captions for English subtitles. Hey, what's up? I'm Fumiya from Fumishun Base. Today, I talk about PBB because I'm getting many messages about PBB. Yeah. Yes. 今日は、フィリピンですごい有名な番組 PBB っていうピノイビッグブラザーっていうテレビ番組があるんですけど、それのオーディションを、まあ、僕は受けたんですよ。純日本人なんですけどね、フィリピンのテレビ番組に。そう、そもそもなんで俺は PBB を受けたのかっていう話をしますね。それは正直 PBB 受けるまでは俺は PBB のこと知らなくて、だけど、友達が PBB を教えてくれたのね。フィリピンですごい有名な番組があって、それのオーディションが今年開催されるんだっていう話を聞いて、あ、受けてみようって思ったわけ。うん。それで今年の多分4月か5月ぐらいに初めてマニラでオーディションを受けました。でそれが終わって、でその後自分はセブ島で、夏かな、今年の夏にセブ島で自分のミート&グリートをやったんですけど、その時にオーディションがちょうどセブ島で行われてたから、あ、じゃあそこもまた行こうと思って見に行ったんですよ。でそこでもなぜかなんか流れで参加することになって、またオーディションに参加したって感じなんですけど、そんな感じでオーディションが終わりました。はい。で結果なんですけど、まだ分かりません。はい。これはね、すごいね、よくメッセージがある。フミヤ、PBB オーディション決まったの？決まったの？いつ入るの？すっごい言われるんですけど、まだわかりません。これは本当にわかんない。嘘ついてる時じゃなくて、本当にわかんない。俺、リアルを言う YouTuber ですからね。本当にわかりません。嘘じゃないです。本当にわかりません。はい。まあね、このね、番組がね、すっごいね、フィリピンだとね、有名な番組なんですよ。ね。大体ね、みんなこのね、PBB に出ると、みんなその後芸能人になったり、まあ、もちろん有名になるから、すごい、なんかいろんな俳優とか、なんだろう、歌手とかになったりする人が多いんですよね。うん、知名度がすごいつくからね。で、なんで僕が PBB に入りたいかっていう話を今日はしたいと思います。はい。なんでかっていうと、すごい、もう、簡単に結論を言うと、フィリピンと日本の架け橋になりたい。ただそれだけ。なんかね、ちょっとね、カッコつけて言っちゃいましたけど、今まだ日本人って全員じゃないんだけど、やっぱフィリピンに対するイメージで、やっぱ悪い印象を持ってる人が、まあ、少なくはないと思うんだよね。なんかやっぱりフィリピンに対してやっぱ危ないとか、なんかやっぱり、マイナスなイメージを持ってる人が多い気がするんですよ。やっぱ周りを見てても。うん。で、自分も正直、1年半ぐらい前か。フィリピンに行く前までは、もう全く同じ意見を持ってて、で、フィリピンは危ないよなぁ、みたいな。フィリピンはちょっと、いいイメージないなぁ、結構、思ってた。で、俺がフィリピンに留学しに行くって周りの人に言った時も、やっぱみんな、フィリピン危ないでしょうとか、なんかやっぱ違う国の方がいいんじゃないとか、まあ結構ね、言われましたよ。うん。ね、でも、フィリピンに行って、もうすぐ印象が変わって、これ多分前の動画でも話したことあるんだけど、やっぱりフィリピン人の人はすごい明るくて、すっごいなんかおしゃべりだし、なんかみんな陽気ですごい楽しいのね。フィリピン人のそもそもの性格がすごい俺は好きで、なんか話してて楽しいし、それでもう、ああ、もうフィリピンの印象めっちゃ変わったなと思って、なんかフィリピンのローカルなエリアとか行って、なんかすごいやっぱり日本にはない景色とかあって、すごい面白いって思って、なんかフィリピンいい国じゃんって思ったんだよね。そう。それで、そこから、なんか日本人が、本当にテレビとか、そういうなんかネットとかを見てフィリピンに対して思うあのイメージっていうのをまあ変えたいっていうか、フィリピンのいいところを伝えたいって思ったのね、日本人の人に。で、あとは俺がフィリピンに
行った時に驚いたことがあって、フィリピンの学生と話した時に、フィリピンどう？って言って、聞かれて、で、俺は正直に思ったのが、今までストリートチルドレンを見たことがなかったから、すっごい衝撃的で、フィリピンの学生に、その思ったことを伝えたのね、その学生にね。そしたらその学生が言った言葉が、え？日本にストリートチルドレンいないの？って言ったんだよね。で、その時に俺が思ったのは、ああ、日本っていう国をフィリピンの人はまだあんまりわからないのかな、みたいな。っていうのも思ったの。うん。で、なんかそこで、なんか思ったのが、俺は日本、純日本人として生まれて、で、フィリピンをこうやって好きになって、だったら、なんか、日本も好きだし、フィリピンも好きだから、フィリピンの良さを日本人にも伝えたいし、日本人にもフィリピンの良さを伝えたいなって思ったのね。で、そこから俺は、なんかわかんないけど、架け橋になりたいって思うようになって、で、まあそんなことを思ってるうちに、まあ PBB のオーディションがあって、で、そこでなんか PBB を受けたのも、もし自分が有名になったら、PBB に出て知名度が上がれば、自分を通してもっと日本のことを好きになってくれるフィリピン人も増えるかもしれないし、フィリピンのことを好きになってくれる日本人も増えるかもしれないなって思ったのね。だから正直自分はフィリピンの芸能人になりたいとか、俳優、歌手になりたいっていう思いは正直あんまりなくて、それよりも自分が出て、自分、日本人が出ることによって、もっとフィリピン人が日本に対する考えとか、逆に日本人がフィリピンに対する考えがちょっとでも変わればいいかなと思って、僕は応募しました。はい。だからまだ正直結果はわかんないんだけど、まあそういう思いでやってますっていう感じですね。だからこの YouTube を続けてる理由もそこにあって、まあ今、動画を見てくれてるのはフィリピンの人がすごい多いんですけど、でも、まあもっと日本の人も見られるようになったら、なんかその自分を通してフィリピンのことを知ってくれる人も増えたらいいなって思ってやってます。だからまあこうやって日本語で喋ったりもしてるんだけど、たまにね、わけわかんないタガログ語とか英語喋ってるんですけど、まあね、こうやって日本人でもわかるような動画をなんか作りたいなと思ってるんですよ。はい。だから、まあそういう感じで僕は、なんか PBB を受けて、まあ PBB に出れたらいいなーって思ってます。で、多分、純日本人で PBB に出た人は多分今までいないんじゃないのかな？わかんないんですけど、多分いないと思うんで、なんかそういうね、前代未聞のことをやっていきたいわけですよ。だから、応援よろしくお願いします。はい。だからまあ、僕が PBB を受ける理由は、フィリピンと日本の架け橋になりたい。そして、フィリピンで一番有名な日本人になりたい。そう。で、そして自分をきっかけに、フィリピンのことが好きになったり、日本のことが好きになったりしてくれる人が一人でも増えたらいいなって思って、僕は YouTube をやってるし、PBB を受けました。だから、もう、I hope to join PBB! Yeah! そんな感じです。ありがとうございます。Thank you for watching. Please subscribe and share and follow my Instagram! Selamat po! See you next vlog! Bye bye!